エペジー3水蓮芽は、皮脂植物の芽の一つであり、水蓮科、羽衣芽芽芽芽ヒダテラ芽の酸化、約80種が含まれる。すべて水草であり、沈水植物、不要植物、または、中水植物である。原生皮脂植物の中では、アンボレラ芽に次いで2番目に他と分かれた植物群であると考えられている。水蓮木に属する植物は、 地下茎を持つ水星の総本である。水底の地下茎から葉を生じるものが多いが、葉ごろ桃花は地下茎から水中に伸びる茎に葉がつく。ンタ束形成層による二次成長を行う種はいない。表皮は皮層の外層に由来する。ンタ束は鉱壁組織を伴わない。しばしば通気組織を持つ。葉根は消失し、地下茎から生じた不丁根が発達する。また金根を描く。 空気中の遺憾タワは普通散在している。葉は普通五星で、惰性する。葉は普通紅葉であるが、ヒダテラカは、線状の細長い葉を持つ。気候は普通不規則型。一エイチン水星のキャバンバークアティカ1ビット、オオニバス属と水蓮属は、普通不要性 1C 公ーー骨は普通中水星バナの、形態はグループによって、大きく異なる。ヒダテラカの花は花火をかき、 お花は1個のおしべ、目花は1個の雌しべのみからなる。羽衣ももかの花は、基本的に三数性であり、リナマゴ生心側を持つ。一方、水連続の花は大きく、多数の花びらとおしべがしばしば螺旋状についており、合わせ生心側を持つ。花粉は、基本的に、タンミゾ粒。肺能は四角四細胞性。肺乳形成の最初の分裂は、横分裂。 種子は蓋を持つ。成熟した種子では、内父は退化し、澱粉を含んだ収入が発達する。種子中の肺は膠着した仕様を持つ。仕様は、地下性。2ルトリス流の形状には、1個のおしべの実、または1個のめしべの実からなる、小さな花が多数集まって、花序を形成している2ビット。純菜の花は3プラス3枚の花比片を持つに、 水生用水蓮の花は、螺旋状に配置した多数の花びらとおしべを持つ、水蓮木に属する種は、基本的にすべて炭水産の水生植物であり、多くは多年生、一部は一年生の沈水植物、不要植物、または中水植物であるが、水には使っていない湿地に生育することもある。20世紀末以降の分子系統学的研究により、水蓮目は、 原生子植物の中で極めて初期の頃に他と分かれたグループであることが示されている。2020年現在では原生子植物の中でアンボレラ目が最初に分岐し、次に水ン目が分岐したとする仮説が示されることが多い。一方、アンボレラ目と水ン目が単系統群を形成し、これが原生子植物の中で最初に分岐したとする仮説が示されることもある。 20世紀後半に一般的であった植物の分類体である新エングラー体系では、水蓮カはその花の特徴などから金峰毛目に分類されていた。その後に一般的となったクロンキスト体系では、水蓮カは水蓮目に分類されるようになった。新エングラー体系では、ハスカやハゴロモモカの植物は、 水蓮科に分類されていたが、クロンキスト体系ではこれらの植物はそれぞれ独立のトガとされたが、水蓮科と同様に水蓮目に分類されていた。また同じ水生植物である松毛科も水蓮目に含められていた。やがて20世紀末頃からの分子系統学的研究により、騎士植物の分類体系は大きく変動した。 水蓮花と羽衣モ花は禁煙であることが確認され、共に水蓮目に分類されるようになった。松も花も皮脂植物の初期分岐群の一つであることが示されたが、水蓮花との禁煙性は指示されず、水蓮目からは除かれた。またハスかも水蓮花とは遠道区、新生草子葉類に含まれることが明らかとなり、水蓮目からは除かれた。一方、 ヒダテラ類はその形態から、単子養植物に分類されていた。しかしその分類学的位置は明らかではなく、シン・エングラー体系では梅草メのカツマダ草科に分類されていたが、クロンキスト体系では独立のヒダテラメ、ヒダテラ科とされた。しかし21世紀になってからの、分子系統学的研究によって、ヒダテラ科は、水蓮科やハゴロモモ科に禁煙であることが示され、 水蓮目に分類されるようになった。以上の経緯を経て、水蓮目には、ひだてらか、はごろももか、水蓮かの参加が含まれるようになり、八族八十種ほどが知られる。水蓮目の中では、ヒダテらかが最初に分岐し、ハゴロもモかモと水蓮かが、姉妹群であることが示されている。ありがとうございます。